スタンフォード哲学百科事典。スタンフォード哲学百科事典。スタンフォード哲学百科事典。スタンフォードインスイクロープディアオブフィロソフィー。SEP は無料で閲覧できる哲学専門のオンライン百科事典。使用言語は英語。各記事は編集委員によって指名された各分野の専門家によって執筆され、ピアレビューを経た上で一般に公開されている。さらに、 記事の内容は、研究状況に合わせ、随時、過失、更新されている。この際もピアレビューを経る。2007年3月現在の記事数は890本。管理、運営元は、スタンフォード大学言語情報研究センター、刑事情学研究室。主席編集長は、エドワード・ザルタ、エドワード・エヌ・ゾ・アルタ。 スタンフォード哲学百科事典は1995年、スタンフォード大学の独立研究所の一つである言語、情報研究センター、クズリーによって1995年に始められた。当時のクズリー代表ジョンペリーは、哲学に関するオンライン百科事典を作ることでクズリーの存在感を示そうと考えた。このアイデアをもとに、エドワード・ザルタが、 古くならない動的な百科事典である、スタンフォード大学哲学百科事典をスタートさせた。初期は、クズリーからの援助でプロジェクトは支えられたが、2年後には、政府機関であるネイからグラント、県補助金を獲得。その後も多くのグラントを得ながら順調に発展し、2007年現在、スタンフォード哲学百科事典は1000名以上の人間に支えられる大型プロジェクトにまで成長した。 編集委員は世界の学術機関に所属する大学教授などの専門家から構成され各分野ごとに数名ずつ全体では105名また執筆者は全体で1143名にもなるいずれの数字も2007年4月現在発足から10年を超えた今も着々と記事数を増加させている百科事典に追加された最新記事はボッツニューのページから見ることができる 発足当初の運営費は、言語情報研究センター、クズリー自身の資金によって支えられた。しかし、発足2年後からグラントが取れるようになり、そこから切れ目なくグラントを獲得する。以下に、その一覧を示す。しかし、グラントは、取れるか取れないか、また金額がいくらになるのかといった点を事前にはっきりと予測することができない。そのため、長期的な運転資金としてグラントは、 ふさわしくないとし、現在スタンフォード哲学百科事典はより安定した資金源へのシフトを進めている。スタンフォード哲学百科事典は無料での閲覧すなわちオープンアクセスの立場はこの先も維持し続けること基本的な前提としており、一般的な学術雑誌において行われているような閲覧を会員制にして購読料収入を得るという方向は考えていない。現在、 次の二つの資金源で運営費を賄おうと考えている。一つは様々な大学の図書館からの資金提供であり、もう一つは世界中の個々人からの寄付である。目標として2007年からの3年間で様々な図書館からの資金提供で300万ドル、そして個々人の寄付からで112万5千ドル、合計412万5千ドルを集めるとしている。 それぞれの大学図書館に対しては、学術雑誌を購読するような感覚で次のような金額の提供を頼んでいる。2007年4月現在、世界の558の図書館がこれに答えている。これが現在のスタンフォード大学百科事典を支える主要な資金源となっている。一方、個人からの寄付は、ギビングツー・ザスタンフォードインスイクロープディア。 オブフィロソフィーのページで直接受け付けており、金額は任意となっている。記事は編集委員によって選ばれた大学教授などの各分野のエキスパートによって執筆される。記事の投稿は全てオンラインで行われる。投稿された記事は、査読を受け、必要であれば修正が行われる。そして査読が終了した段階で、初めてオンラインで公開される。ここまでは、 一般的な学術雑誌と同じだが、紙製の文献と異なり、スタンフォード哲学百科事典においては一度記事が投稿されても、それで終わりということはない。投稿された記事はその後も定期的な改定を受ける。この過程で間違いが取り除かれ、より詳細な情報が加えられ、そして時代遅れにならないように最新の情報が付け加えられる。記事の改定は必ずしも、 記事の最初の執筆者と同一人物が行うわけではなく、ただしそうであることの方が多い。別の執筆者による過失、改定がたびたび行われる。この改定の過程も査読を要し、査読をパスした段階で、初めて改定がオンラインで反映される。こうした記事の執筆や改定の情報は、記事が査読をパスした段階で、ボッツニューのページにリストさる。 こうした記事の改定記録は、各記事のページを開き、上部にある、サイトディスエントリーというリンクをクリックすることで見ることができる。各記事の最上部には、PDF テキストへのリンク、有料及びインフォ検索へのリンク、そして、文献サイトフィルプイパースへのリンクが置かれている。スタンフォード哲学百科事典は2007年4月現在、世界3カ所にミラーサーバーを持つ。 ミラーサーバーを持つ理由は次の3つである。一つは、速いアクセススピードの実現。次に、情報の並列化による、クラッシュ時の情報損失を最小限にとどめること。そして最後にメインサーバーがメンテナンスを行う、際の迂回用サーバーとしての役割である。以下の3つの大学機関が、スタンフォード哲学百科事典のミラーサーバーを運営している。 H T T P コロンスプラッシュスプラッシュ S B T I X ストップえっと I B R え R えっと。 S u, u. s i d e t u u s s t a n f o r t h t t p colon slash s l a s e t i s l i b r a r y us y d e d u a u slash st a n f o r d slash http colon slash s l a www seop leets.ac.uk slash どのサーバも内容は本家と同じである。ここではスタンフォード哲学百科事典が持つ特徴ある記事を紹介する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。